ナズナとは、アブラナカナズナ族の越年草。別名、ペンペングサ、シャミセングサ。田畑や荒れ地、道端など至るところに生え、春から夏にかけて、白い花と三角形の果実をつける。春の七草の一つで、若葉は食用にもなる。麦栽培の伝来とともに、日本に渡来した、フミゼン気化植物と考えられている。和名ナズナの由来は、諸説あり。 早春に開花して夏になると枯れることから夏なきな、つまり夏むから変化したという説、なでたいほど小さく可愛い花の意味からなでなから転化したという説、あるいは朝鮮古語のなじからなじさいとなり変化したなどの説がある。ペンペングサやシャミ、セングサという別名がよく知られ、貧乏グサなどの呼び名もある。ペンペンはシャミ線を引く、気温語で、 花の下についている果実の形が、シャミセンの鉢によく似ていることから名付けられている。また、シャミセングサの由来も、同様に果実がシャミセンの鉢の形に似ることによる。英名のシェパード、エスパースは、羊飼いの財布の意味で、学名の種小名の語義も同じである。中国植物名では、ナズナ、ナズナナと書かれる。花言葉は、すべてを君に捧げるである。 北半球に広く分布する。日本では北海道から九州まで分布する。草原、野原、土手、荒れ地や各地の郊外の道端、畑の隅などに自生する。越年生の総本。草丈は10から50センチメートルで、春の終わり頃には50センチメートル近くに成長する。冬越しの根生葉は地面に接して放射状に広がる。これをロゼットといい。 早春の弱い日光を少しでも多く受け取ろうとする性質と考えられている。株元にある葉の長さは10センチメートルで、大根の葉のような切れ込みがあり、右上に裂けて、でっぺんは尖り、先は大きめになる。茎につく葉は小さめで、無柄で、基部は茎を抱き、切れ込みはない。茎の上部につく葉は楕円型で、先は尖る。牡は春から夏頃で、 越冬するので背の低いうちから咲き始める。家計を伸ばして分子する茎先に、相乗過剰を出して、夕柄で十字型に四枚の白い花びらを持つ、直径3ミリメートルほどの小さな花を多数、下水につける。下から上へと次々に花を咲かせる、無限過剰で、下の型で花が終わって種子が形成される間も、先端部では次々と蕾を形成して開花していく。果実は、 特徴のある軍配系の等三角形で左右二室に分かれていてそれぞれの室に5から6個の種子が入っている。実は次第に膨らんで二室に割れて種子を散布する。こぼれ落ちた種子は秋に芽生えロゼットで冬を越すが春に芽を出すこともある。越年草または一年草である。ナズナの種子雑草は使いされることが多いが有用植物として日本では 昔から人々に利用されている。日本では、正月7日の七草が湯には欠かせない食材として、若葉は食用に用いられている。若苗の頃の若葉に含まれるミネラル中には、鉄分や、マンガンも多く、常食すれば、補欠に役立つものと考えられている。薬用にも用いられていて、開花期の前奏にコリン、アセチルコリン、フマル酸、パルミッチ酸、ビルビ酸、 スルファニル酸、シュウ酸、セキ酸、リンゴ酸、クエン酸、アルギニンメチオニンなどのアミノ酸、諸島ソレボスなどの炭水化物、フラボノイドなどの成分を含んでいる。アセチルコリン、コリンなどは副交換神経に対する刺激作用があると言われ、唾液や胃液の分泌を促し、血圧効果の作用もあると言われている。ナズナは、春の七草の一つで、七草が湯にして、 古くから茎が立たないロゼット状のわか苗を食用にする。特に秋のわか苗は柔らかで香味が良いと評されている。食べるときは3から4月頃に採取した伸び始める前のわか苗を2センチメートルほどに刻んで軽く塩ゆでして、水にさらして固く絞り、おひたしやえもの、汁の実にしたり、軽く塩をもみして漬物にしたりする。 かつては、陶器の貴重な野菜であった。日本の七草がゆと同様に、朝鮮でもナズナの若葉を粥に入れて食する習慣が、古くからあったと言われる。貝原駅剣は、大和本草で、宋の詩人素食を引用し、あもうこの者ため友人三教のためこれ味をきゆえなりと書いている。七草がゆの頃には、春の七草がセットで販売されるが、それに、 ナズナと称して種付け花が入っている例がある。開花機能前奏を引き抜いて、天日乾燥したものが気薬になり、ナズナ、ナズナナと称されている。民間薬として陰干しした後に煎じたり、煮詰めたり、黒焼きするなどしたものは下熱、下痢、便秘、出血、生理不順、子宮出血、利尿、慢性腎炎、むくみ、目の充血や痛みに効くとされ。 各種薬効に優れた薬草として用いられる。民間療法では、前ついた治療後から1 0ムを、水500から 600cc で半量になるまで煎じ、3回に分けて服用する用法が知られている。ただし、胃腸に熱がある人に対しては、効果が薄いとも言われている。高血圧や便秘には、いた治療2 0ムを煎じて、用いると良いと言われている。目の充血や、 痛みなどには、冷ました洗液で洗うと良いとされる。江戸時代には、旧歴史月強日に、糸で束ねて、安頓のもとに吊るし、虫受けのまじないにする習俗が広くあった。このほか子供のおもちゃとしての利用もある。果実がついた家計を折り取り、果実の柄を持って、下に引くと、柄がちぎれて、皮でぶら下がった状態になる。このように多数の果実をぶら下げた状態にして、 家計を持ってくるくる回すと、果実が触れ合ってチャラチャラと小さな音がするのを楽しむ、というものである。禁煙種に、犬なずなや、豆群梅ナズナなどがあり、姿は似ているが、ナズナは、荷色と果実の形が異なり、花が白くて、果実が三角形であることが特徴である。ありがとうございます。